どうも、安田です。団長安田です。アルミ缶の高橋です。なしひなえなんでいいじゃないですか。もう準レギュラーですから来ますよ、それ。いやお前準レギュラーやった。準レギュラーですので、準レギュラーの高橋さんが。今日は私が進行させていただきます。はい、よろしくお願いします。今回のテーマは、はい、ドッジボールです。ドッジボール。ドッジボールといえば、団長、うん、小学生の時とかね、よくやってたんじゃないですか。強かったですか。もうドッジボールしかしてない。ドッジボールか丸ペケしかない。小学校の時なんか昼休憩。そんなことない。小学生舐めすぎでしょ。いろいろやって遊びますけど、うん、でもやっぱりドッジボールってね、授業でもやったり、はい、休み時間にやったり、うん、強かったらモテるみたいなとこありましたよね。今日ドッジボールするの。そうなんですよ。今回取材するチームはなんと、はい、ドッジボールの全国大会で2連覇中の山比嘉ファイターズというチームです。あの山比嘉。あ、知ってる。初耳で出たでーす。出たでーす。出ました。ということで、はい、早速いきましょう。はい、えいえい、おー。トライアスロンで年代別日本代表を目指すアスリート芸人団長安田が、スポーツの魅力をより楽しく詳しく、そして体を張って伝えるバズるスポーツ。スピード感とスリリングな展開が魅力のドッジボール。毎年春夏に行われる全国選手権大会において2連覇を果たした大阪の強豪山比嘉ファイターズを取材。遊びとは違う競技ドッジボールの凄さに団長驚愕。小学生必見。ドッジボール上達のコツを監督に教えてもらいます。確かに安定感。競技として行われるドッジボールは内野 10m×10m、 外野 3m 内で行われ、出場人数は12対12。試合時間は5分と短く、投げたり避けたり受け止めたりと様々な攻防がある緊張感が魅力で、試合終了時内野人数の多いチームが勝利となります。何この動き。すごい。うわ、俺らが思ってるドッジボールと全然ちゃう。そうなんです。うわー、怖い。迫力。何これ。うわー、うわー、すげー。おもろ。あ、なんか来た。逃げちゃダメです。せっかくご挨拶していただいた。俺にそんな丁寧な。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。変な空気しちゃった。そうですよ、うん、大阪府枚方市を拠点に活動するドッジボールチーム山比嘉ファイターズ。2018年に創部し、部員は56名。若いクラブでありながら、2021年に全日本ドッジボール選手権に大阪代表として初出場すると、翌年の夏の大会ではなんと優勝。さらに3月に行われた春の大会でも優勝。まるで漫画のようなストーリーで見事2連覇を果たしました。チームに集まっていただきお話を伺います。2連覇した感想はいかがですか。全国優勝を目標にしてて、夏優勝してその時嬉しかったけど、うん、次2連覇が目標になったから、でそれも春にできたから、うん、もう最高な気分です。いやー、よかった。さ、嬉しいわ。そうですよね。ドッジボールのどんなところが楽しいですか。もうこのチーム一丸となって、喜ぶとか喜んで泣いたりとかする時もみんなで一緒に泣けるから、すごくいいと思う。勝った時も負けた時もみんな一緒の気持ちで分かち合えて、みんなで協力して勝てた時の嬉しさがたまらない。うわ、完全アスリートですよね。なドッジボールにはそれぞれポジションがあり、内野に指示を出すディフェンスの司令塔、センターポジションをキャプテンの野崎選手が、そして相手に攻撃を仕掛けるアタッカーを松岡選手、坂尻選手が担っています。全国優勝2連覇チームの中心選手となると、学校でも休み時間は重宝されそうですが、やっぱあれちゃん、モテるんちゃう。どっち強いと。いや、モテない。
本当休憩とか、はい、いや昼休憩とかやるやろ、はい、このレベルでやってたら生ぬるいなとか正直思ってまうんちゃいます、うん、え学校でやるときにちゃんとこうすんの。いやそうやね、まあ、合わせてくれんや、はい、一般人にでは早速今回のバズポイントをご紹介。競技ドッジボールはがすごい、試合ではが勝敗を左右する。これで君も人気者。上達のコツとは。さあ何が気になりますか。どれも気になりません。ちょ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 いちょい乗ってくれてたのに。いやどれやろうね、やっぱ上達我が子にええとこ見せたい。あいいですね、うん、いいですね。ということで、はい、まあ、今日はねドッジボール、うん、男女にも楽しんでいただきましょう。はい、はい、やる、やりましょう。あんな感じの勘弁勘弁当たるて。それではまず一つ目のバズポイントから。競技ドッジボールは一体どんなところがすごいのでしょうか。団長、ここに入る言葉何だと思いますか。何がすごい、うん、ボールがどういうこと。ボールがすごい。むちゃくちゃ重いんですよ。いやいやいや、反対持ってますけど。すごすぎるじゃないですかそれ。うわちゃい。はい、笑っていいんですよ笑っていいんですよ、はい、全員離れていきましたけど。では答えをエースアタッカーの松岡選手に教えていただきました。競技ドッジボールは球速がすごいです。確かに。いや確かに確かに球速すごい。すごかった、速かったですよね、うん、団長。じゃあ実際に球を受けて球速を当ててみましょう。バカなバカなほんま。やっぱりね、当てるには当ててもらうのが一番ですからね。そうか、一番遅い子。いやいやいや、それじゃあでもせっかくやからこうエースは。エース松岡選手は身長171センチと高い打点から大人顔負けのボールを投げるチームのエース。最高のボールを投げるため体を温めてもらい、いざ球速を判定。じゃあ松岡君お願いします。うわ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 、あまりの速さに全く対応できなかった団長。いかがですか。動かへん動かへん動かへんここ当たりました。むちゃくちゃ痛いいやもう、ま、取れへんで、あんなで、時速何キロぐらいで分かるか、そんなもん考えてへんわ、時速何キロ。いやいやね、やっぱ当たったら分かるかなと思って。分かる分からへん。これ、どれぐらい出てるんですか。この前、スピードガンで測った時は88キロ出ました。出るか、そんなもん88キロ。小学生トップクラスの球速が80キロと言われる中、松岡選手はその上を行く88キロ。全国大会でも高い打点から足元へ落ちるような軌道に相手はキャッチできず、エースアタッカーとして攻撃面で大いに貢献しました。どうしてこんなにスピードが出るんやと思います。うん、やっぱり監督に教えられたこととか、うん、日頃家でやってるトレーニングのおかげだと思います。どんなトレーニングしてるんですか。体幹とか肩の筋肉をつけるトレーニングとかしてます。うわもう肩から仕上げてるんや。うわだからもうどんなスポーツやってもいけるよ。確かに違うスポーツに行ってもね。さらに競技の凄さはディフェンスの面にもあり、ディフェンスの司令塔センターポジションを担う野崎選手に伺いました。競技ドッジボールのすごいところっていうのはどこですか。競技ドッジボールでは連携がすごいと思います。確かに確かに、もう動きがみんなね、うん、揃ってたもんね。ちょっと改めてもう一度その連携見せてもらいたいんですけどいいですか。はい、連携の凄さを知るべく試合形式で解説していただきます。一列並ぶというのはどういう意味が。取るときに間とかに振るときにその間に来たときに取りやすくするためとか、みんなでまとまって間に来るのが取りやすい、はい、この時今センターは何をやってるの。センターはそのラインを6メーター6メーターで合わせるので、6メーターで止まったりとかその声かけをしたりとか。なるほど、
て今どれぐらいの距離にいるかとか把握してるってこと、はい、このスピード感の中でそれみんなに伝えるのって大変ですよね、はい、隊列は横だけではなく縦にも変化します。今横来たけど横にあの時はどういう横に来た時に一列のままだと絶対当たってしまうので形を変えて取りやすい体勢に、形を変えるのはどういう改革をしてるんですか。もうサイド行ったっていう改革をすれば練習してるからそれはサイドに言うことができる。なるほど。さらに全員で取る意識をつけるためボールを取る時の掛け声も、ボールが来るときに取りやすくするためにタイミングを合わせてる感じ。ハイで取るってことですか。そういう、あ、だボールが自分に来たときにハイ、はい、一番意識することは何なの。センターでもうディフェンスが崩れたら当たってしまうのでとにかく合わせるために声かけをする。はー、すごいチームワークなんやね。すごい集中力いりますね。一試合に行われるラリーは100回以上。ディフェンスには素早い動きが求められます。あれ、団長も試合形式でディフェンスに入らせてもらいましたが、すごいついていけてない。団長ついてない。目まぐるしい展開にチームの輪を乱してしまい、早々に退場してしまいました。受けましたね。どうでしたか。思ってたのと違う。どっちえぐい。いや、あのね、本当みんなのチームワークがやっぱり今日来た俺ではやっぱついていけない。多分ね、頭で考えてないよね。確かに、うん、もうこうなったらこういくってもうだ何回も何回も反復練習をしてできてるんやろし。団長に当てた人誰でしたっけ。当ててた、やっぱいけるって感じだった。うん、めっちゃターン遅れてたから好きになってたんですね。そうですね、狙われてる感はめっちゃしてました。でもドキャプテン筋はどう、今後頑張ればここ頑張ったらいいよみたいな。いや、多分やらない方が二度とせえへんわ。怒らないで、二度とせえへんわ。怒らないで。続いては2つ目のバズポイント、試合ではが勝敗を左右する。ここからはチームのアタッカー坂尻選手にお話を伺いながらその意味を探っていきます。全国レベルになってくると特に大切になってくるそうなんですが、はい、この何々に入ってくるのは何だと思いますか。何々が勝敗を左右する。強さやな。ざっくり、うん、えらいざっくりですね。強さ、そりゃそうなんですけれども、うん、坂尻くん、どんなところが勝負を決するんですか。はい、それは対策です。対策、はい、どんなことを話し合うんですか。全国大会になると、うん、その知らんチームとかとやることが多くなって、うん、そのチームの戦い方や動きをしっかり見て調べたりとかしながら監督とかチームのみんなでしっかり深め合っていたりとかして、うん、本番に挑めるようにしてます。すごいですね。相手チームを研究もする。へえ、すごいですね。プロのスポーツなんかチームって感じがしますよね。ここで2連覇をかけ臨んだ春の全国小学生ドッジボール選手権決勝の映像を見ながら坂尻選手に解説いただきます。すごいね、本格的ですね。どっちがどっち、奥が山東、手前が相手チーム。相手チーム、なんかやっぱり相手チームの癖とかってあるんですか。その、どんどん攻めてくるタイプの敵チームで、しっかりと自分たちのドッジボールやり方をしっかりできたらいいなとずっとやってました。相手チームは素早い動きからゲームを支配する速攻型チーム。山比嘉はディフェンスの動きに細心の注意を払い展開していきます。対策とかってどれぐらいこう話し合うんですか。
長い時で何十分ぐらいかずっと。あ、はい、それはもう監督さんと選手チームでみんなで次の試合はこういうふうにやっていこうっていうのを決めていく、はい、へー、すごいですね。戦略があるんやね、ドッジボールにも。試合中も主導権を握るため状況によって戦術を変更。相手の攻撃にやられチームから1人外野に出た時には、今1人外野に当たってて、その時にその当たってきた子はアタッカーやから、とりあえずは入れれたらいいなって。あ、なるほど。その子にパスを回して当てるように持っていく。はい。どこにいるの今、アタッカーの。今こことこっちのサイド、 両サイド。なるべくだから両サイドの人から勝負したい、はい、これや。あ、で今回ったんですね。当たった、当たったじゃん。当たったから1人入れ、はい、入れた。これで作戦通り。まあ、はい、思惑がぴったりや。試合前の対策が功を奏し、序盤から有利に運ぶ山比嘉ファイターズ。相手人数が減った時にはまた違う戦術で臨みます。何意識しますかこの時。この時は中で入ってますが、はい、とりあえずはしっかり逆転されへんように、うん、ディフェンスはもう守り重視で、アタッカーはしっかり当ててあげて。連携がすごい、動きがすごい綺麗だもんね。さあ、一回パスをつないで、わー、当たった当たった、強っ強っ、あと一人、ね、え、これ全員いたらもう終わり、その時点で。はい、一人になった。これはすあの子避けるな、盛り上がるね。うわ、決まった、すげえ。すごい。温度差がすごい。勝ったな。勝ったんすよ。勝ったんす、勝ったんす。勝った。ったね、でもこうやって、ね、大活躍やん。ねえ、どんな気持ちでしたこの時。いや、まさか2連覇できると思ってなかったから嬉しかったです。試合前の対策、そして戦術判断。何よりこれまで積み上げてきた練習量から山比嘉ファイターズは見事優勝を勝ち取りました。 CM の後、小学生必見ドッジボール上達のコツを教えてもらいます。ラグビーは肩痛ない。スピード感とスリリングな展開が魅力のドッジボール。毎年春夏に行われる全国選手権大会において2連覇を果たした大阪の強豪山比嘉ファイターズを取材。それでは最後のバズポイント、これで君も人気者、上達のコツとは。ここからは全国2連覇に導いた名将西谷監督も交え、初心者でもすぐに上達できるコツを教えていただきます。まずはキャッチングから。キャッチって実は簡単に見えてすごく難しいので、うん、まあ一番のコツはどんだけ的を小さくするかですよね。ああ、そういうことね。なるほどね。そらそっか、当てられずに的をギュッと小さく、そうね、こうやって立ってたらどこでも当てれちゃいますよね。はいはい、的が大きいですよね、うん、まずじゃあ構えましょうかと。はい、はい、構えましょう。これで的はまず小さくなりますね。はいはいはい、小さくなりました。狙うとこは足とか足と肩になってきますよね。でも大体みんな足元を狙ってくるので、はい、足元にボールが来たら、はい、しっかり膝をついてボールと。あ、膝つくんや、ちゃんと。そうですね、ボールをしっかり体で、はい、全部で体で取るという方法なので、しっかり体を使えば今分かりますかね、全部抱え込んでますね。ってこう、うん、吸収するわけよ。そうですね。あ、俺いけそうや。ちょっと やってみますか。もっとお尻落として、あ、いいですね。あ、こんな落とす、はい、おあ、確かに安定感。立ってボールを受けるとキャッチの姿勢も悪くなり補給しにくいですが、膝をつき手は下から丸め込むように補給すれば安定感が生まれます。お、おいで、あ、すごい、安定。しっかりこうできなくても抱えることより
ここで止めれるの、太ももでも止まるから。なるほど、これでも止まる、体全体で止めてるってことなんですね。続いては投げ方のコツを伝授してもらいます。しっかり相手を見ることと、でしっかり引いて、うん、で左手伸ばして投げる、これが大事ですよね。左手を伸ばして投げるんですね。そうですね、左手伸ばして、そうですね、この引いてください。な、体回りますよね、勝手にね。これが、ね、そうか、活かせ、これを回りますね。あこれを反動にするというか。そうですね。へで、これがないまま投げてください。回らへんですね。はい、引いてください。回るでしょ。ちょっと今泳いでませんでした。ポイントは投げる前に手を前に出すこと。手を振る勢いがボールに伝わり、スピードボールが投げられます。はい、相手見ながら。いいですね。ラグやわ、肩痛ない。おあ、肩壊したやん、これ。お、すごい、めっちゃ投げ方いい感じになってます。あ、うまっ。はい、さらに投げる手はまっすぐに、そしてリリースポイントは顔の横で離すと、より勢いのあるボールを投げることができます。コツが分かり、がぜんやる気が出た団長。よし、行ったろやないか。勝つ気満々ですが、うわ、全然ちょっと高いんちゃいます、ボール。団長、もうちょっと足の方を狙った方が。あ、そう、そう、あ、ちょっとね、はい、いや、ちょっと当てるとあれかな。いいですよね。いいですよ。いいですって。気持ちの問題なんで、はい、もっと助走、一歩前に出てから上げよう。よっしゃ、これできるでしょ。これいけるでしょ。ここ決めない男ちゃうっすよ。お、こんなに近いですよ。ここまでお膳立てされては、男がスタル。いけ、団長。団長、泣いてます？大丈夫ですか？団長、全部取られる。何をやっても取られる。すごいですね。無理やわ。団長のボール受けてみてどうでした？普通。普通が一番嫌よ。では最後に、山比嘉ファイターズはこれから新体制となります。ここでキャプテンから下級生に激励のメッセージをお願いします。この1年間そのみんなと戦えて楽しかったし、その夏春連覇できたこともほんまに幸せやったし、楽しかったです。このチームは明るいところがいいところやから、明るく笑顔で頑張ってください。はい、はい。立派になったな。誰なんですか、多分こんなやったのに。多分この子もこんなやったのに。立派だったな。すごい。いや、キャプテンのね、衣装を引き継いで頑張ります。え、団長も頑張るの？はい、でも団長やらない方がいいですね。やめときます。